平川初フライトですよこれ。どこへ行くの、ね、どこへ行くの楽しい、おもろいね、面白いよこれ。わー、ちょい、メカゴジラだ。うわー、メカゴジラだ。キャノン背負ったメカゴジラだ。うわー、どこ。あ、ミリタリーだよ、僕は。お、銃があるよ。あ、これはモデルガンですか。こっち側にあるのはサバイバルゲームで使える銃になって、はい、奥の方にそのモデルガンですね。モデルガン、はい、いやー、でもさらにお値段なかなかなもんですよ。なかなかだね。本当にサバイバルゲームですよこれ。スーパーライフル。かっちょいい。ああ、俺スナイバーゴルゴになりてえな。ああ、サエリョウ、シティハンターだよ、シティハンター。サエバリョウモデル。ね、コルトパイソンか。コルトパイソン。そうだね、コルトパイソンだよね。これ系俺銀が気になるね。銀色かっちょいいなと思っちゃう。本当？俺やっぱりなんかこう黒い方が、黒？マットな黒の方が好きよ。金の本当にやりたいこと何でしたっけ。ドローンですか。ドローンとプラモデル、ね、プラモデルですかね、うん、ドローン用意してるのでよろしければ、うん、え、用意していただいてるんですか。あの、特別に試技させていただけるそうなので。大丈夫ですか、ね、最近のゲームをコントロールできない人ですけど。やばいよ、ブラジルまで飛んでってかもしれませんよ。大丈夫かな。ブーンって言っちゃう。ゲームが始まりますんで、はい、で、あとこっちを上に入れてもらったら、おーおお、で、こっちのスティックで、あの、上行ったり、はい、平川さん、平川さん、これ完全にプレイステーションのコントローラーみたいな感じですけど。そうですね。これ大丈夫ですかね、平川さん。いや、気をつけないと蛍光灯とかにぶつけてしまいそうで怖い、はい、ちなみにこれ、操縦技術としてはかなりハイレベルな方ですか。いや、簡単な方だと思います。簡単な方、簡単なんだ。地味にプレッシャーがかかりました、ね、今、うん、このタイプのコントローラーにちょっとしたトラウマがね。皆さんは初フライトですよこれ。はーい、いただきます。うい、おいや、おおおおおおおどこへ行くの、ね、どこへ行くのどこへ行くの、どこへ行くんだい。戻っておいで、戻っておいで。どこに行きたいの君。あー、やばいやばいやばい、あー、あー、どうしたらいいんだ。やばい、外に出たがってるねこれは。確実に外に出たがってる。こっち、こっちだ、こっちだ。来た来た、前へ行けば、あ、こっちですね。おお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 お、わあ、でもこれ面白いよ。あの帽子のところくぐってみる。下からでも上からでもいいですよ。さあ、どうだ、下から行く、下から行く。おお、はいはい、旋回。さあ、ここから、ああ、上に行ってしまった。まっすぐ進めるか。直進を、直進を、直進して、ああ、直進、あ、いけるいける、そのまま、あ、ちょっと上げて、ちょっと上に上げて、そして直進。難しい。さあ、直進、旋回、ちょっと旋回して、旋回して、少し上げて、あー、いけそうだけど、もうちょっと高度ください、高度ください。あ、さあさあさあ、ちょ、直進直進直進、あー、直進、危ない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 、大作さん、大作さんもやってみません？はい、離陸します。おお、ほうほう、で、そこで高度を上下する感じですね。はい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 、で、これ進む、はい、下がる、はい、そうです。あ、やっぱ大作さんうまいね。今ね、マスクでわからないけど、きっと口開いてると思います。ちなみに俺もずっと口開けっぱなしのまんまやってましたけど。あー、飛んでいく。あ、おもろいね。面白いよこれ。あ、すごい風来てる、すごい風来てる。あ、ほんとだ。これ下ボタンで、はい。あ、大丈夫かしら。ちょっと、えい、うん、ゴチ決定。
すごい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 。大作うまいね。いや楽しいよ。楽しいねこれね。楽しいね。これは免許とかそういうのはいらない。いらないやつ。やつなんですね、はい。これは楽しいよ。これ楽しいね。いいよ。うん、なんか翼を得た感じになるね。本当。めっちゃ軽いし。そう。あれ？いいわ。これもしかしてあれ趣味見つかっちゃった？ちなみにこちら。はい。おいくらでいらっしゃいましたっけ？税込みで12,448円です、はい、おおなかなかするね。いやでも、うん、そのお値段でこれだけ楽しめるって言ったらめっちゃ楽しかった、うん、これはありよ。だよね、うんうん、どうしよう買っちゃうこれ買い取りになるので番組から平川さんにプレゼントするので。おお。マジですか？ということは平川さんの、ね、ものになるということで。じゃあこれは趣味に、はい、これ趣味の一つにします。おーやりました。今この時をもって YouTube 終わりです。声優プレイ卒業です。え 俺だけ卒業だろ。あじゃあ趣味にしない。じゃあしない。いやいや平川さん多趣味になりたいっていうのがね、まあ、ね目標ですから。そうね、もう1個ね、これはこれで楽しませていただきますけど。そうそう1個見つかったくらいじゃまだまだですよ、はい、うわよかった。今もう背中一気に熱くなったわ。ありがとうございます。いろいろと教えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。あ、めっちゃあるじゃん、プラもこっち、めっちゃ。あ、こっち、ガンプラこっちじゃん。ガンプラこっちや。ガンプラスターターセット。え、何それ？ガンダム VS 量産型ザック。2体入ってるってことだ。お買い得だ。ごついのがいいんだよね。でも、ごつくてでかいのがいい。あ、わかるわかる。144/1。ね、難しそう。ニューガンダムは伊達じゃないっていうか。作らなきゃいけなくなるからね。いいんじゃない、言いながら作る、言いながらね、うん、ずーっとアムロしてるんだ。そうそう、リアルグレードっていうのもあるよ。マスターグレード。あ、え、あ、そうね。それ何が違うんだよね、 H とそのこのハイグレードとリアルグレードとマスターグレードの違いってのはどういう。あ、一番違うのは大きさですね。あ、大きさなんだ。はい、ハイグレードの方は144/1って大きさで、まあ手頃な大きさで、マスターグレードが100/1って大きさで、マスターグレードの方が大きい分細かいパーツもいっぱいあるよって感じですね。そうか。え、100分の1ってどれぐらいの大きさ。100分の1、まあ普通 のファーストガンダムが18メートルなので、うん、はい、まあ大体18センチってところで、ね、はあ、そう、100分の1もね、はい、こんなもんだ。もっとでかいのがいいな。作れます。でかいのがいいな。もっとでかいのだと、そうですね、あのパーフェクトグレードって60分の1の。あ、あったね、昔も60分の1って。あったよ、ね、え、マジンガーの60分の1。マジンガーどうですか。ちょっとなんかガンダムよりかは少し楽そうなイメージありますけど。そうですね、けどこれこれでもなんかだいぶ、はい、だいぶこのディティールが増えてる。 わざわざ難しくしてる。はい、そうです。ちくしょう。これあれじゃないですか、この森久保さん版のマジンガーじゃないですか。あ、そういうことか、そういうことか、はいはい、私もね、オーディションを受けたマジンガーです、ね、あ、そうなんですね。あ、そうですか。60分の1ですけどね、これね、もう言ってくれれば森久保君みたいにやったのに、カオシルクビームってやったのに、ね、いや、別にあの、しょうちゃんありきじゃない。どうしよう。どうだろう、モビルアーマーとかになったら若干楽とかありませんか。どうですかね。そんなことはないんだ、ね、そろそろお店のお時間ですよね。ですよね。そりゃそうですよね。もう面白がりすぎてますもんね、我々ね。ちょっとないのかな、ちょっとないのかな。どうしよう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 。田島さんおすすめにしますか。もうそれしかないっす ね。自分じゃ無理だな、うん、小学校低学年の時に作ってた私が、はい、今この47歳になってプラモデルの進化を体験したいんだけれども、ちょっと簡単に作れそうな、おすすめな品。橋本さんいらっしゃったよ。あ、このガンダムがその条件だといいかな、ね、マジっすか。初代ガンダム、はい、ビヨンドグローバル、はい、まあやっぱね、ガンプラっつったらガンダムだろっつって、まあね、初代ガンダムだろっつって、もうこれはいろ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 モノマネしながら作っていただいて、ね、そうだよね、ええ、それも考えていただいたということで。きっとそういうことだと。そうですね、ずっとそうですよね。も接着剤使わない。あ、素晴らしい。塗装とかもシールもほぼほぼ使わないので。あ、本当ありがたいです。こういう色。あ、はい、もともとじゃあその色がついてるってこと。そういうことですね。すごい。でめちゃめちゃリアルな感じになると。
じゃあ川島さんおすすめですし、はい、こちらで、こちらで、はい、大作さんこれ作られますか。じゃあ作りますよ。おお、ニッパーとかもいらないですか。ニッパーはいる。ニッパーはいる。ニッパーはニッパーだけは相棒として、うん、ありがとうございます。こちら、はい、お買い上げで作らせていただきます、はい、ありがとうございます。いやー、懐かしい。そう、完成が楽しみ。高評価、チャンネル登録お願いします。